このね、時間割表みたいなものとこれが多分照らし合わせて謎を解くところまで来たんですけど、わからないです。わからないんで、何こいつ変わってんじゃん、あのになってんじゃん、ゾンビが。は？また出てくる、これ下降りたら。やめてよそれは。行きます。あ、来ないじゃん。なんだそれ。で、これがね、わかんないんですよ。このパネルの番号。何？マジ意味わかんないな。ん？は？窓？窓から見えんの？景色。木があるけど。え？窓から見える景色。窓から見える景色が何かのヒントってこと？窓なんかあったっけ？他に。ないよね。上？上って開いたっけ？和室だっけ？ああ、ないわ、窓。は？あ、下か。え？窓。うん。こっち？あ、めっちゃあるわ。木が2本。え？汚っ。2本。2本だよね。え、これ。なんでこれ汚いの？なんかあったっけ？アイテム。バール、マイナスドライバー、プラスドライバー、窓外すとか？違うわ。箱メガネ、青白いレンズ。違うわ。え？新聞紙？新聞紙で汚れを拭き取った。え？ 1,2,3,4,5,6,7,8。 1,2,8,2 ってこと？開いたわ。なんだそれ。携帯バッテリー、あ、使います。つける。つけて、ん？11時2分フライデー。待って、11時2分フライデー。時間割表。あ、時間で書いてね。まあでもこれフライデーの時間割で踏めばいいんじゃないの。ちょっとやってみる、とりあえず。フライデーの時間割、これが、ちょっと待って。まずフライデーの時間割から。体育、図工、体育、図工、理科、音楽、算数。体育、図工、理科、音楽、算数。あ、こうか。下からこう行けばいいのね。OK。行きます。あ、開いた。こっちじゃないか。こっち？こっち？ライターオイル。ライターオイルで真っ暗な部屋行けと。行くか、じゃあ。ライターオイル使ってライターにオイル入れて。始まったな。下だよね。暗い部屋って。え、下だよね。下じゃなかったっけ。ここだよね。ちょっと待って。アイテム、オイルライター使う。あ、いきなりあったわ。
え、4箇所もやらないと明るくならないの？あ、オッケー。眩しいじゃないよ。なんもないよ。え、なんもないよ。なんもないやん。え？なんもないけど。机が動くとかでもないし、この紙が調べられるとかでもないし、アイテムないよ、何も。あ、え、暗くなったら木の木、あ、木馬だ。卑怯だって、卑怯。ずるい。それはずるい。待って。どっから行ったらいいの？ここから？こっからか。1282、はい。で、携帯バッテリー。畜生。巻き戻された。オッケー。で、踏んで、オイル、はい、へいへいへい。オッケー。こんな高々ライターオイル手に入れたらこんなに苦労するんだからな。で、下行って、あっこ入って、アイテム取って、セーブしよう。あの、あいつ、いつ来るか分かんねえかな、マジで。いや、一個つけてちょうどいいぐらいじゃないの？これだって眩しいとか言って、なんか、開いた後、大丈夫、見えるみたいなギミックだったけど、アイテム開いて閉じたらちょうど見えると。セーブする。あいつ、あの変態、これが来るからな。いや、肩凝る。オッケー。で、あいつ来ても逃げられるか。もう一回すぐ戻れば、こっちに来ないんかい。で、木馬につけよう。これね、アイテム。最上階の鍵。ちょっとセーブ。最上階の鍵。ついに屋上？最上階って美術室から行くっていうのもおかしい話だけどね。最上階に学校の構造として、あれどっちだ、こっちじゃないか、左、あ、こっちだ、これこれこれ、ここここ、 OK。 あ、おー、おー、なってないんですね。
セーブ。こいつはいつ青くなるか分かんないから、マジで。もうだって、先生も死んだし、あとお前だけだからな、生き残ってんの。毎度毎度。開きかけの扉が歪んで開けられなくなっている。ほら出た出た、タクロ戻る押してすぐ左行こう。え、バール、ブルーベリー色の変態って言われてるし、タクロも。どういうこと？あれでいいんだよね。逃げるしかないもんね。こいつやっぱ最後やってきたわ。急に変身して。逃げろ逃げろ。上上。待って、わかんない。どうしたらいいのこれ。死んだ回数がついに33回。ちょっとタクロが難敵やな。でもこれもうタクロがこういう状況でこう出てきたってことは、セーブできるのこれ。これセーブできるよな。タクロの顔が青い状態でセーブできるわ。どっちに逃げればいいんだこれ。こっち？わかんねえ。まあでも何回もやるしかない、これは。音も鳴ってくれてないわ、もう。どっち行けばいいの、これ。この部屋入るの？この部屋入るか。